ミスタージョーズ。日本の生活はきつそうです。家賃が超高いので路上で寝る必要がある人がいても不思議じゃないのです。そんなどん底の時、小銭は遠くまで行きます。私たちホームレスはそれをコンビニピットストップと呼びます。これはホームレスの弁当、近くのコンビニで500円以下で手に入ります。安いものじゃないのですけど、やっぱり今日はエクストリームホームレスエフィシェンシーを目指してみたいと思います。オーデンです、オーデンです、オーデンです。白滝、ゆで卵、ウィナ巻き、私のより大きいです。練り物、巾着、最後につくねです。そしてもちろんワンカップです。ホームレスの生活にはとても必要です。ちょっと危ないですね。じゃあ行きましょう、行きましょう。ブレンディング、鶏肉のような匂いですけど、チキンさんは昔に亡くなりました。多分ね。すごいサイズですね。ちょうどね。頑張ります。乾杯。すごくなります。もう少しすごくなります。アルコールは、頑張ります。できた。終わりました。ミスタージョーンズです。